悪いこと、そんなものがあると君は思うかい？しちゃいけないこととか、見ちゃいけないもの、考えちゃいけないこと、知ってしまってはいけないこと、そんなものはないと思うんだ。多分ね、多分、君はいつでも多分だな。僕たちっていつもこうだね。でも安心するんだよ、なんだか。こうして君のすぐそばで他の男の子の話を聞いてるときは本当に何でもないんだ。強がりじゃない。隠してるのはやっぱり嫌さ。それ話してくれた方がいいに決まってる。でも君が帰ってしまうと、顔も姿もなかったその男の子たちがヒヤシンスの水栽培のように見たこともない顔がはっきりしてきたり、聞いたこともない声が聞こえてきて、水の中の白く細い根が広がって僕を苦しめる。好きだった、いつも君がしてた銀のブレスレット、同窓会のパーティーだっけ、その後みんなで行った、名前は忘れてしまったけど、どこかの店で男の子が一日貸してくれってブレスレットを持ってっちゃった。君は言ってたよね、デザインが素敵だから模様を打つって。僕も知らない子だけれど、今じゃ何年も付き合ってるみたいに目を閉じるとその子の姿形がまぶたに浮かぶ。君の顔だって時々はっきりと思い浮かばない時があるのに、君がくれた小さな写真を急いで見つめても君の顔がしっかり頭の中に描けない時があるのに、その子はとてもかっこよく夢の中に現れる。やきもちさ、何かきっかけをなくしたみたいに君を抱きしめたいのにできなくなっちゃう時がある。君はいつも待ってるんだ。君から飛び込んでくることはないよね。でもそれがとっても好きだ。君が待っているのを分かってても抱きしめられないのは、また心に誰かが浮かんでやきもちが邪魔をするからさ。僕は時々早く二人とも年を取って微笑み合えばそれで全部済んでしまう、そんなになれば素敵だなと考えることがあるんだ。おじいさんとおばあさんになって古い古い話をするんだ。もうそこには誰も入ってこやしない。二人の話がいつも真ん中、周りにはいっぱいいろんな人が並んでいるけど、でも二人はいつも真ん中さ。僕は君の古い男友達の悪口を言う。君は僕の女友達のお化粧やスカートの趣味の悪かったことを覚えていて、きっといつまでもけなすだろう。話は尽きることのないほどたくさんあっても同じ話をして、そしてやっぱりやきもちを焼くんだ。